チャオ、マシロです。5月29日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日はね、100取れなかったんだよね。はい、90でした。で、睡眠タイプは、うとうとかな。そうだね。はい。で、寝るときはマスター10で寝ましたかね。ポケモンが8体だけど星1めっちゃ多いな。えって来るか。ついにチャンネル登録と高評価よろしくね。さあ、左側見ていきましょうか。はい、日の嵐ちゃんと素で出たお子、お子はね、日の嵐のお子を使ってますよ。素で出たよ、やったよ、出るんですねはい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 。どうしようかな。エンテイちゃんにチャンスつくかな。はい、いや、ゴースも欲しいんだけど。さあ、エンテイチャンス来い。うわ、いやー、厳しすぎるよね、本当にね。いやー、どうしようか。とりあえず、エンテイサブレを、いやー、どうしよう。エンテイサブレ、いや、でもチャンスついてない。いや、ま、うーん、きついよねー。とりあえず2個交換して、あと452。とりあえず、ボーナスじゃない、エンテイサブレを、はい、あげましょう。ちょっと特大成功来い。つらいよー。いや、チャンスつかないとつらいよねこれさ、別に期間限定ポケモンじゃないよね。通常でもごくまれに出てきてくれるよね。あ、まだいけるまだまだいけるが、まだいけるが、いやースーパーサブレ、いや、ちょっとエンテイサブレ、いやいや、そこまでしてじゃあ欲しいのかって言われるとちょっと微妙なところでもあるんですけど、ボーナスサブレあげとこうか。はい、3。あ、まだいける。嘘でしょ。どうしよう限界まで上げてみる。スーパーサブレきついよー。ちょっと待って、エンテそんなにね、まあ、お香が70で交換できるから、サブレ、いやー、大丈夫かな。とりあえず1個ずつね。すまんめっちゃ時間かかってるんだが、はい、これ切り替えて、で、特大成功来い。なあ、やったー。ゲットできた。よっしゃー、来た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 ー、まさかのゲットあー、つらいはい、ということで、もうちょっと、もうダメだ、もう今日はこれで終わりたいと思います。日の嵐ちゃんにあげたいところだけど、ちょっと1個だけ、1個だけあげとこうね、1個だけ。はい、
ということで本日はこれで終わりたいと思います。いやー、まさかゲットできると思わなかった。諦めないことって大切なんだねいやにしてもきついがな。夢のかけらを、さあ個体値は照れ屋ってなんだっけ。あ、食材はばらけてますね。あースキルレベルアップ S お手スピついてるのはまあいいっちゃいいかな。ただ所持数アップやばいよね食材に欲しいかな。スキルレベルアップは嬉しいけど、スキル確率アップは欲しかったね。はい、ということで本日はこんな感じになりましたね。今日はマッサ11で寝れるかなっていう感じですね。夜ご飯もあげちゃったので。いや、まさかね、素で出てきてくれるとは思わなかったね。マスター10以降でようやく出てきてくれるっていう感じなのかな。はい、ということで、皆さんはいいポケモンに出会えましたでしょうか。明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。